に痛みが出たりする病気。それになっちゃうと本当にもう入院ものになっちゃいます。糖尿病の改善に歯にも有効っていう。視界が明るいです。はい。佐野カンナのおじです。今回札幌からお越しのデニスさんに水玉をですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お悩みとしては、まあ、いわゆる胸郭出口症候群とある、まあ、今ざっくり言うとこの肩こりがひどすぎて、まあ、腕にしびれが出たりとか肩に痛みが出たりする病気っていうことで、もう結構長いですよね。2年前ぐらいから2年ですね。肩自体はそんなに張ってなくてですね、正直一回ちょっと天井を向いてみましょうか。ウレモンさんを彷彿とさせるこの硬さですね。全く動かないです。そうですね。これ以上動かないですよね。はい、ちょっと手の動きも見ます。なので、ちょっと横から行きましょうか。ああ、一応上がりますけど、けどだいぶ頑張ってるかな、頑張ってます。ありますね。ああ、右の方があれですね。うん、ちょっと自力じゃ難しい感は若干ありますね。ぐりっくり動かされてます。ちょっと骨盤後ろに背中丸めるようなイメージでこうぐーっと後ろに倒して、おカクカクしますね。今度じゃあ前にですね、ぐーっと腰を反らせる要領で、あーでも一応反れますね。腰はどうですか、ね、痛くないですか。ちょっときつい、ちょっときついです。どの辺がきついですか。本当にこの背骨の、背骨の、はい、背骨の問題強めですね。動画後ろから撮ってわかるかな。右肩下がり、なんか右肩下がりって嫌ですね。右肩下がりな感じになっちゃってて、ちょっとこう体に傾きが生まれているので、ちょっとこの右肩下がりを左肩上がりに、じゃあ右肩下がりを右肩上がりにですね、ちょっとしていきたいなと思いますので、今回ちょっと水玉と針で人生初ということですので、どんな結果が出るか見ていきたいと思います。はい、今回水玉もしてはいくんですけど、デニスさんあの糖尿病ですね、一応持ちなんで、あんまりこう強くはできないのと、あともですね、あんまりやっぱつけない方がいいので、ここまで刺激量的にはあまりできない部分なんですけど、その分針でですねしっかりやっていこうかなというところですね。糖尿病の方はですね、基本的にやっぱ皮膚がちょっと弱いっていうのが一つあるのと、免疫力が基本的に糖尿病って下がりますんで、水玉の跡を作ってしまうとそれがやっぱなかなか治らない。あとはそこからちょっとこう細胞が壊死していくっていう可能性もゼロではないので、あまりやっぱ糖尿病をお持ちの方はあまりやりすぎると後から大変なことになったりもしますんで、まあ、その辺だけお気をつけください。ちょっと強めますね。あーデニスさん、ういよ、ほら、痛くないんですよ。よいしょ。痛くはない。痛くはないですかね。ところどころやっぱへばりついてますね。さっき問診でね、いろいろ聞いたんですけど、皆さんもいろいろやってまして、びっくり背中とか、胸郭出口症候群もなんですけど。まあ、水玉の適応症としてはですね、慢性病とか、まあ、症状がもう長期化してしまっているものに関しては基本的にやっぱ水玉が効きやすいというのが一つありますので、これはその東洋医学でいうおけつの改善、まあ、おけつの症状がその慢性化する症状になりますので、まあ、そういったもう長年の症状とか、もう 2,3 年ぐらいずっと肩凝ってるとか、そういった方にはやっぱ水玉の施術自体は非常に効果的な場合が多いのでおすすめではあります。ただ糖尿病の方みたいにやっぱこう気をつけた方がいい場合ももちろんありますので、詳しくはやっぱ専門の先生にですね聞いていただくのが一番確実かなということです。多分うちが松岡さんと一緒に水玉をこうバズらせてしまったがゆえに全国的に水玉サロンが増えたみたいな、うん、あんまりこう勉強されてない先生も一定数やっぱいらっしゃいますので、そこだけは気をつけていただければなと思います。デニスさんどうですかね、今カップ痛い感じとかはないですかね。まあ、痛くはないですね。痛くはないですね、はい、引っ張られてる感はありますけど、今回デニスさんも一応糖尿病の数値自体は安定されてるので、うん、まあ、一応念のためちょっとだけ弱めにはしてるんですけど、はいはい、で一緒に針もしていきますね、はい、皆さんね、たまに勘違いされてるんですけど、うちは針屋さんなんで、針が専門水玉屋じゃないからですね。はい、もうですね、その鍼灸院さんとか鍼灸師の先生によってもやり方が全然違いますので、よいしょ、
感じました。感じましたね。デニスさん、ハイは受けたことあったんですけど、え、ズーンって何ですかみたいな、そう言われてたんで、よかった。嫌な感じではないですよ。嫌な感じではないですか。割と僕のズーンはあんま嫌な感じしないそうです。嫌なズーンといいズーンがあるんですよ。これちょっと説明が難しいですけど。比較的あのカンナの針治療はこのズーンっていうのをさせやすい針と施術にはなるので、まあ、もちろん苦手な方にはあの控えめにすることはできるんですけど、ズーンっていうのが出てる時に脳の中にその快楽物質とかですね、発痛を止める物質とかが出ると考えられているんで、基本カンナではちょっと強めな針っていう風な感じにはなりますね。ちょっと足も針していきます、はい、今この針の刺激大丈夫です？全然大丈夫です。ちょっと短めの針をですね、ちょっと針打っていってます。で今回デニスさんも腰痛自体はないんですけど、やっぱ腰の動きが硬いん で腰が硬い方はですね、ほぼほぼ太ももが原因になってきます、ね、まあみんながみんなじゃないんですけど、やっぱ太ももが硬い、特にこのハムストリングスと言われる太ももの裏側ですね、この辺が伸びなくなってくると腰の可動性が減っちゃうんで、ここもしっかりアップしていきましょう。じゃあちょっとカップは外していきますね、はい、こういったですね、この感じ、これあの傷があるところにカップつけるとこういう浸出液と言われるものが出てくるんですけど、これがさらに進行しちゃうといわゆる水泡みたいになってきます。なのでこういったのができる前にカップを外していかないと、むしろこう水泡ができてしまって、糖尿病の方は特にそこから感染していわゆる蜂窩織炎という風な蜂の巣状にですね炎症が起こる病気があるんですけど、それになっちゃうと本当にもう入院ものになっちゃいますんで、お気をつけください。日本だと勉強できるところが限られてて、まあ、言ってしまえば誰でもできる治療法ではあるんですよ。法律がないせいでですね、日本はちゃんとその辺の見極めができる先生のところでやっていただく方が安心ですね。私もなかなか色が出ないんですけど、まだ出ました、ね、ちょっと追加で針しますね、はい、今こう狙っていってるのがいわゆる腸腰筋の中でも大腰筋と言われるここの方にあるインナー、おー分かったですね、こっち、インナーマッスルですね。でこの辺になるともう本当に背骨のすぐ際のところにあるんで、マッサージとかだけでは刺激が届かないんですよね。皆さんあの動画を見すぎてる方はですね、なんか針長くないと意味ないんじゃないかみたいなことを思われる方もいらっしゃるんですけど、そんなわけないですからね。短い針でも全然効果はあります。ただあの動画に出てる方が大体強敵な方が多いから長い針が登場することが多いってだけですからね。皆さんもともと道中期の視聴者さんで一応知ったみたいな感じですか。そうですね。今回はあれですか、 MK カイロさんにも実は1時間前だからこう凝り感も少ないんですね。うん、そうですね。なるほど。今回デニスさんに針してるのは次は神経パルスと言われるような首のところを神経に通電していって筋肉を動かすっていう治療になります。基本的に胸郭出口症候群の方っていうのは運動量が足りない方が、まあ、同じ姿勢とか同じ一定の動きしかしないせいで可動域が減って筋肉の硬さが増してしまう、結果としてこう神経を筋肉とか靭帯が圧迫してしまうっていう症状なので、筋肉を動かしてあげた方がいいケースがあります。腰なんかは筋肉の方ですね。目標の筋肉に針を打ってその筋肉だけ動かす、内容は少し違うんですけど、この神経パルスはですね、鍼灸院でしか基本的には受けれませんので、なかなかこう整形外科とか整骨院とかではなかなかここまでこう電気で体が動くみたいな現象はないので、まあ、結構びっくりされるかと思うんですけど、よくあの誤解されている情報としてですね、糖尿病の方は針受けれないみたいな誤った情報が結構流れてたりするんですけど、確かに免疫力が下がるんで針の傷がその炎症を起こすことは確かにあるんですけど、もうかなり重度の糖尿病の方ですね、数値がもう10超えている方とか、うん、そこまでになってくるとやっぱ針は必要じゃない方がいいですけど、正常違いであれば全然針はできますし、一応糖尿病の改善に針も有効っていう研究データもあったりはしますので、まあ、詳しくはねお近くの鍼灸院の先生にお問い合わせください。ちょっとこのまま少し時間を置きますね。はい、ちょっとお待ちください。短い連続で短すぎて
神太郎先生が真面目なんでですね、ふざけることなく針を抜いております。どうですかね、初の水玉のご感想は。あ、でもなんかすっごいすっきりしました。そうっすね、はい、受けんとわからんっていう、ね、本当にそうですね。背筋もやっぱ伸びますもんね、うん、肩甲骨もよりますね、うん、腰もだいぶ立てれるように。あ、いいですね、うん、これでさ、もう一回ちょっと天井向いてみましょうか。おだいぶ向けるんじゃないですか。向けてます。今首きつくはないですか。まだいけそうな気もするんですけどね。まだ、ね、無理しなくていいですか、はい、無理して痛めるとかもある、はいはい、そうです。本来だと普通ここで終わりなんですけど、ただ胸郭出口症候群の方ってこの斜肩筋ですね、ここの首の前の筋肉がちょっと張ってくるんで、うん、最後にここだけちょっと針して今日は終わろうかなと思います。道中期視聴者さんの方は聖地巡礼的に、まあ、大体 MK 行ってから神奈来るか、神奈出てから MK 来るか、はい、MK 行くかみたいな。おすすめですね、 MK さんからの方がおすすめです、うん、まあ、なぜかというとですね、水玉すると背中が若干痛くなりますよ、ね、うん、高橋店長のマッサージが痛くなるっていうことが思いますね。ちなみに MK 神奈さんが博多駅近くになりますので、神奈が天神駅なんで、まあ、タクシーでもまあせいぜい10分とかそれぐらいの距離なんで、今度狙うのはですね、ちょっとこう肩甲背神経っていう肩甲骨を動かす筋、神経と、あとは上胸神経っていう前鋸筋ですね、脇の筋肉を動かす神経の両方をちょっと狙っていくんですけど、うん、ちょっと電気当てていきます、はい、だいぶ腕が大きく動くような感覚があるかな。胸郭出口症候群の方もですね、腕の硬さっていうのが意外と原因になってたりする方が意外と多くて、肘のこの前側ですね、前腕のこの辺りがもう張ってる方は基本的に肩こりが非常に強い方が多く、ここの筋肉がこう腕全体をこうひねるような作用を持つ筋肉なんですけど、ここが硬すぎると肩が一緒に前に引っ張られた状態で元に戻るので、もういわゆる巻き方の原因になりやすい、うん、たらもうこの腕が凝ったって皆さんあんまり感じたことないと思うんですけど、結構感覚が麻痺しやすい筋肉場所でもありますので、この辺をね一緒に緩めてあげるっていうのは意外と大事なポイントだったりします。患者の治療は基本的に全身を見ることがほとんどなんですけど、まあ、それがそういった理由ですね。症状が出てるこの首肩だけではなくて、やっぱこう手足含め、まあ、腰もそうなんですけど、全身見ていって症状を取っていくみたいな。デスクワークの方はですね、基本的にやっぱ同じ姿勢を取り続けることが多いので、人間の体はその同じ姿勢を取るってことが一番苦手ですので、マグロと一緒ですね、もう動かなくなったらもう死ぬみたいな、うん、定期的にストレッチをして伸ばしたり、うん、定期的に運動したりっていうのはやっぱり大切ではありますので、ぜひそういったのも大切にしてあげてください。じゃあ一回出来上がっていきましょうか。だいぶ明るいです、はい、だいぶ柔らかくなったんじゃないですか、ね、ゆるゆるちょっと腰もはい、ああいいっすね、だいぶ揃いますね。これでもう一回天井を見てみましょうか。だいぶ動くんじゃないですか、うん、一応肩の動きもですね、だいぶ腕の軽さも、うん、まだただここのちょっと今日硬いところが奥の方にいるんで、うん、ここだけはまだちょっと残ってるんですけど、うんうん、はい、痛みとかは今ないですかね。今のちょうど切り替わるところがちょっとね、ここのところですか、痛いっていうか、なんか動かしづらいなぐらい、動かしづらい感じ、はい、何回かやっぱちょっと治療したいなみたいなところがあるんですけど、ちょっとグランとしますね、はい、これはもう一回ちょっと見てみましょうか、どうですか、ね、なんか抜けたかもしれないですね、肩が上がらないとか動かないという症状も、うん、まあ、1回だけである程度動くようにはなりますし、うん、1回みたいに残っても取れはするんですけど、うん、やっぱりこう限界はありますので、できれば本当はですね、うん、何回か詰めてこうギュッてできると、うん、ほぼほぼこの状態はキープはできますので、ただいかんせんちょっと遠い、うん、一応ですね、はい、それはお背中の状態なんですけども、はい、こんな感じです。
まあ、今回ちょっと短めにしました、はい、ただまあ短めにしてもこんだけまあ色は出てますので、うん、はい、まあ、ついだま自体の効果も出てるかなと思います、はい、今回はですね、胸郭出口症候群に対してついだまと針をさせていただきました。デニスさん、ありがとうございます。ありがとうございました。で、今後もですね、こういった動画をお届けしていきます。まあ、出張関連の情報とか、道中記さんの動画とかも説明欄にリンクありますので、ぜひチェックしてみてください。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。デニスさんは一番印象に残ってる動画ってありますか？なんかいろいろ見すぎて、一つに絞りきれないですよね。もう 何百本って出てますからね。はい、足つぼもね。まあ、そうですね。まあ、あれはまあ松岡さんのリアクションのせいなんですけど、ね。あ、まあ、そうです。でもあの方は本当あの演技じゃなくてあのただ痛がりなだけなので、はい、皆さん誤解なきように。なんかね、演技って言われるんですけど、全然ただ単に痛がりなだけです。